この動画は雑談動画です。で、今回はですね、ガンプラの話とか、プラモデルの話はあまりやらないと思うので、その点はね、ご注意して、それでもいいよという方だけ、ご覧いただければなと思います。それで、グラスね、準備してますので、ちょっと飲みながら行きたいんですけども、今日はね、完熟ぶどうの美味しいワイン、これを、ちょっと飲みながら雑談の方ねやっていこうと思います。テーマはねそこまで決めて今回は決めてないので、だらだら話していくことになると思います。それでは、何にしようかな。何に乾杯。ちょっとね、鉄血のオルフェンズについて最初お話ししようと思いますので、鉄血のオルフェンズに乾杯というかオルガイツカに乾杯。あ、甘い。甘くて飲みやすい。あ、これ美味しいな。僕結構甘党なので、このサイズのね、これはセブンイレブンで買ってきたやつなんですけれども、これはジュースみたいだな。だからあのブドウジュースみたいな。美味しい。これはジュースだな。なんかワインっていうよりもブドウのね果汁たっぷりのジュースっていう感じがして、飲みやすい。あ、これジュースだ。うわ、すっごい甘い。甘いなー。で、買ってきたのはね、こんなに甘いとは思ってなかったんでね、ちょっと甘めのね、ゲンジパイとか、チョコレートですね、チョコレートとか、あと、おせんべいですね、大豆のせんべいと、あとは、チーズですね。こういったのちょっとね、特別何って買ってこなかったので、いつもね家に置いてあるやつ。僕はねお菓子がないとやっていけないので、だいたいお菓子をね常に常備してるんですけども、その辺ねガサガサっとね、取ってきました。これはねお菓子じゃないですけども。で、鉄血のオルフェンズの話はねそんなにしないんですけども、やっぱりねまだ見てないっていう方もね多いかもしれないので、僕自身はね最近は録画したやつを見るっていう生活からね、ちゃんとリアルタイムというか、録画もね一応してるので、その日の夜あたりにね、見たりしてるんですけども、毎週日曜日ですよ。毎週日曜日にこうガツンとね、なんでしょう、モチベーション下げられるというか、なんか。へこまされるっていうかね、もうここ1ヶ月ぐらいもう毎回そうですよね。もう鉄血のオルフェンズ見るたびにね、やる気をそがれるというかね、気分が落ち込んでいくんですよね。もうなんとかならないですかね。なんかこうスカッとする話をね、話にね物語の展開上、なりにくい状態ですけれどもね、今はそんな状態なんですけども、なんとかねスカッとする感じにね終わりたいですけどね。毎回ね、今日は大丈夫かなとね、この前も思ったんですけどね、もう最後やらかしてくれますよね、本当に。最近僕こういったね醤油味のおせんべいとチーズをね一緒に食べるっていうのをね、若干ハマっててね、このチーズもねかなり柔らかめのチーズなんですけれども、これにね、醤油系のね醤油味の、おせんべいってね、こうガッとつけて、うまい。そしてワインで流し込む。それで言うとね、ちょっとこのワイン甘すぎるかもしれないですね。ほとんどというか、本当にジュースみたいにすごく甘いので、飲みやすいんですけども、なんかね、食事に合わせたりっていうのにはあまり適してないかもしれないですね。このワイン単体で飲むっていう感じがいいかもしれないですね。なんかすっごく甘い。それでいつもね、毎週日曜日は鉄血のオルフェンズを見て、その後ガンプラを作ろうかなというふうにね思ってるんですけれども、鉄血のオルフェンズを見てしまうと、その後ねもう何もしたくなくなるっていうね現象が本当1ヶ月ほどね続いてるので、本当にどうにかしてほしい。こう内容的に面白くないっていうわけじゃないんですけどね、面白くないってわけじゃないんですけども、見てる人にはね、何が原因でへこんでるかいろいろね、分かるね、お分かりになるかと思うんですけれども、本当にね
まあ僕の気持ちをねへこましてくれるねアニメですよ。まあそれでも面白いからまた次の週もね見てしまうんですけどね。まあそれで3月も終わりになってね、もうすぐ4月ですけれども、4月というとねいろいろ環境が変わったりする方も多いですよね。皆さんのねこれを見ていただいている皆さんの中にも、まあ引っ越ししたりとか、まあ学校が変わったりね会社の部署が変わったりとかいう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、僕自身はねあんまり生活にね、変化はないんですけれども、僕の周りとかね取引先のね企業さんとかがまたガラッとね人事が変わったりして、まあ、なんだかんだねその4月の、まあ、いろんなね影響っていうのは、まあ、自分が働いてるところとか、学校とかね自分の環境とかがあまり変わらなくても他がね周りが変わっちゃったりすることがあるので、なんだかんだ言ってねこう4月ってすごくね大変だったりしますよね。本当新しい人とね、いろいろね自己紹介とかね、まあ、飲み会とかねいろいろそんなこともねあったりしますんでですね。でそんな4月なので新しいことをね始めたりするのにも非常にね適した、まあね、月なんじゃないかなと思ったので、僕もね4月からちょっとね始めようかなと思ってることがありまして、こちらなんですよね。これ、これねワコムのねカタログなんですけれども、要はねペンタブレット、こういうやつですね、まあマウスの代わりに、まあ、ペンでね、まあ絵が描けるっていうねやつですよね。まあペンタブレットを、買ってみようかなと思って、まあ多分来週か再来週ぐらいに買うと思うんですけれども、まあ、そのねカタログなんですよね。なのでまあパソコンでね絵を描くっていうことをちょっとね始めてみようかなと思ってます。で普段ね普通に紙に描く絵ってのは今までねやったことはあるんですけれども、パソコンで絵を描くっていうのは、今まで、ね、本当に一度もねやったことがないので、まあ今年のね、今年とか来月の4月からということで、ね、ペンタブを使ってイラストというか普通の絵ですよね、普通の絵を描いていこうかなと思います。で絵を描いてる様子とかまあ、ペンタブについての動画とかは今のところ出す、予定はないので、まあ、ただ単にね、趣味としてね描こうと思ってるんですけれども、まあガンプラにね、まあ、絡めて使っていくっていうことであれば、ひょっとしたら動画のサムネイルとかをペンタブで描いたね、イラストを使ったりすることもあるかもしれないですし、あとね塗装する前にこう写真トレースっていう、ね、技法があるんですよ。こちらに、ね、紹介されてるんですけども、このねこの石畳のねこの写真を使ってこういう風な絵を描いてるんですよね。でこれは写真を下に引いて、まあ、下に引いてとか、まあ、画面上ですね、パソコンの画面上の、下の、まあ、レイヤーにっていう言い方すると思うんですけども、下に引いてこの線の部分だけをザーッとなぞっていって、まあね、この写真と同じものですね、要は線をまあ、描いていくっていう作業なんですけれども、これがね比較的ねペンタブだと簡単にできますので、まあ、この技法を使ってね、まあ、素組みしたガンプラを、まあ、置いてね真上から撮って、それをねこういう風な線画に起こして、まあ、塗装したらねどんな感じになるかっていうね色見本というかね、まあ、この色とこの色は合うのかっていうのを、まあ、実際塗装する前にこのペンタブを使ってパソコン上でね色の配置とかを決めるっていうのは結構ねありなんじゃないかなとね、まあ、ガンプラに強引に使うならばっていうところではありますけどね、まあ本当にねそういったことをやるかどうか分かりませんが、まあ、慣れてきたら1回ぐらいはそういったこともねやっていいんじゃないかなと思います、まあ、こういったねまあ、漫画とかねイラストなんかも描けたりとかですね、まあ、こういったね油絵みたいな絵もねちゃんと描けるね、技術があれば描けるので、その辺をねちょっと、やってみたいなという感じなんですよね。あとは、まあ、こういったね写真にこういう風にね上からイラスト風にね描いてみたりとか、あとまあ物によってはねこういう 3D のデジタルデザインっていうのもできて、あとはこれを、まあ、3D プリンターでね印刷するとこう立体が出来上がるっていうね、そういったのも、まあ、ソフトとか、まあ、ペンタブのね、種類によってはそういったのも、可能になります。まあ、そこまでやろうと思うとね結構
お高いやつになるんですけれども、僕がね買おうと思ってるのはこのねワコムのねペンタブの中でも一番安いやつですね。本当に使ったことがね、今まで使ったことがないので、まあ僕がペンタブに、ね、ペンタブを面白いと思うかどうかっていうのもちょっとねまだわからないので、まあ一番安いモデルですよね。どれだったかな、この下の部分にあるこれを買おうと思ってるんですよね。まあ、これはね、あの大きさもそんなに大きくないですし、まあキャッチにね、簡単なお絵描きならこれっていうふうに書いてありますけれども、まあ、ちょろっとね、手書きで何か書きたいなっていう時はこれがね、まあ、おすすめというところなので、これをね買ってみようかなと思ってます。で価格はね確か、7,000〜8,000円ぐらいだったんですよね。そんなに、金額もね高いっていうわけではないので、まあちょっと始めてみようかなというね、ちょっとお試しでやってみようかなということに関してはなかなかねいい商品なんじゃないかなと思います。で興味があるっていう方がねもしいらっしゃったら、まあ、あのコメント等に書いていただければ、まあ、開封動画あたりはね、まあこのメインチャンネルの方で出してもね、出してみるのもいいかなとは思ってます。で今はね本当ガンプラと動画編集しかね趣味らしいものはないんですけれども、もともとねちょっと絵を描いてたところもねあったので、まあ、絵を描き始めたいなと思ってたんですが、どうしてもね画材を準備したりとか、あと描くスペースをね確保したりということを考えると、今ねがっつりガンプラをね作る、ためのねこう配置になってるので、それにねさらにまた画材をね詰め込んでとかになると、ちょっとねなんか物がね多すぎて大変なことになるなとね思ってたんですよ。なのでまあ絵を描くのはねちょっともうしばらくはできないなと思ってたんですが、ふっとねあペンタブあるじゃんと思ってね、ペンタブがあればね別にペンタブとパソコンさえあればね絵は描けるので、あこれだったらねいろいろまあガンプラのね塗装をやって塗装を乾くのね待ってる間に、なんかね絵を描いてちょこちょっとこう遊んでみたりっていうこともできるので、あなんかそういうね場所を取らずに準備もねあまりせずに、やれる趣味としてね、ペンタブで絵を描くっていうのはありなんじゃないかなと、思ってね、ちょっとね今回買おうかなということになってます。で忙しくしてるとねなかなか趣味に時間を割くっていうのもねできづらかったりはするんですけれども、結構ね本気になったら趣味をやる時間ぐらいはねパッと確保できたりはねするので、4月っていうのはねちょっと環境が変わったりとかね生活環境変わったりしていろいろねガチャガチャする月だから、そのガチャガチャの中に、趣味をね一個こうどさくさ紛れにワッとこう入れ込んでガチャガチャっとまたね生活を組み立てていけたらねなんとかね一個ぐらい趣味増やせるんじゃないかなと思う、そういう魂胆があってね、僕も今度からね、絵をねペンタブを使って描いてみようっていう感じなので、もしね最近なんか趣味とかもねそんなにがっつりできてないなっていう方がいらっしゃったら、このね自分とか自分以外のね生活環境がこう変わってガチャガチャするねこの4月にねなんかいろいろ始めてみるっていうのもねどさくさ紛れに忙しいのね一個だけ趣味っていうのを一個だけ追加するとなんとなくそれでね1年いけちゃったりもね、したりするので、ちょっとねやってみてはねいかがかなと思います。あとツイッターとかねメールの方で、僕宛にね、ガンプラの画像を送っていただいてるので、今回ねお二方ご紹介したいと思います。で、どちらもねガンダムですよね。バルバトスと、ファーストのねガンダム2つですね、まあ、新旧のガンダムっていう感じですけれども、まあ、カラーリングのデザインはね一緒というか同じようなねカラーリングなんですが、まあデザインはね、全然違いますよね。ガンダムもね歴史が長いので、まあ、毎年毎年ねいろんなガンダムが出てくるんですが、今回のバルバトスはね、結構形ね変わったなという感じではありますよね。バルバドスもね最初見た時はあ変わったなという感じ、ね、ではあったんですけれども、まあ大体大体というか、まあ、約1年ぐらいねずっと見続けてきましたので、なんとなくねバルバドスの形とかね鉄血のオルフェンズシリーズのこうモビルスーツの雰囲気にもねこう目が慣れてきたっていうね感じはあって、ちょっとね腰の細さとかがね最初は気になったんですけれども、最近はねガンダムフレームがねこうむき出しになってるっていう感じがね、結構ね、いいなと思うようにもねなってきました。でファーストはねファーストのガンダムの方はまあ相変わらずというかまあちょこちょこしたね、
リバイブ版とかもね、出たりとかで、デザインがね少しずつ毎年また変わってきたりはするんですけれども、やっぱりこれはね、まあ、王道のね宇宙世紀のモビルスーツとしてのねやっぱかっこよさがあるので、まあ、バルバトスね、新しいガンダムも好きですし、まあ、僕のねやっぱちょっと落ち着く先というかね、作ってほっと一息つけるね、まあ、ガンダムとしたらねやっぱり、まあ、ファーストのねガンダムなんじゃないかなというところではあります。ということで、ちょっとねまたなんかよくわからない話をねだらだらとしましたけれども、まあ、雑談動画の方ね、これで終わりたいと思います。